バートン数奇な人生は2008年のアメリカ合衆国のファンタジードラマ映画である。1922年に書かれたカイ・スコット・フィッツ・ジェラルドによる短編小説をもとにエリック・ロスとロビン・スイコードが脚本を執筆しデビッドフィンチャーが監督した。なお、フィンチャーと主演のブラッド・ピットの二人にとってはセブン・ファイト・クラブに続くコンビ作品となった。 第81回アカデミー賞では、作品賞を含む13部門にノミネートされ、美術賞、視覚効果賞、メイクアップ賞を受賞した。80歳の状態で生まれ、年を取るごとに若返る人生を与えられた男の一生を描く。2005年、ハリケーンが接近中のニューオーリンズ。病院で死の床に伏しているー、老女デイジーは、娘キャロラインに、 ある引帳を自分に読み聞かせるよう求める。その引帳には、ベンジャミン・バトンという男の人生が綴られていた。1918年のニューオーリンズ、第一次世界大戦が終わった日の夜、生まれたばかりの赤ん坊が、ある老人施設の前に置き去りにされていた。施設を経営する妻クイニーと夫ティジーの黒人夫婦は赤ん坊に気づき拾い上げ、その老人のような姿に驚く。 子供の産めない体であったクイニーは赤ん坊を神の子であると信じ、TG の反対を押し切り、自らの手で育てることを決意する。赤ん坊はベンジャミンと名付けられ、施設の老人たちからも歓迎される。身体機能の弱さゆえ、医者からも少ししか生きられないと見られていたベンジャミンであったが、無事に生き延びて成長し、施設内で車椅子の生活を送るようになった。 1930年の感謝祭の日、杖一本で歩けるまでに若返ったベンジャミンは、施設に遊びに来た入居者の孫娘デイジーと、運命的な出会いを果たす。互いに惹かれ合う二人であったが、外見が、老人のベンジャミンには、大っぴらに、デイジーと遊ぶことは許されないのであった。1936年、17歳も終わりに近づいた、ある日、若返りを続け、 別れを惜しむデイジーにベンジャミンは、行く先々からはがきを送ることを約束する。ベンジャミンは旅立ち、一方のデイジーは、ニューヨークのバレエ学校のオーディションに合格し、バレエダンサーの夢に向かって歩む。ベンジャミンは、船乗りとして働く傍ら、滞在したホテルで人妻との恋、そして切ない別れを経験する。やがて始まった太平洋戦争で、ベンジャミンの乗る船は、 広報支援を担当し、戦火に身を投じることとなった。1945年、26歳になったベンジャミンは、ニューオーリンズに帰り、クイニーの艦隊を受ける。大人の女性に成長したデイジーとも再会するが、都会で洗練されたデイジーに戸惑い、すれ違いを重ねる。時は、流れ、ある日デイジーは、パリで、バレエの練習からの帰り道に車に跳ねられる。 知らせを聞いて病院に駆けつけた、ベンジャミンであったが、デイジーは足を骨折しており、バレエダンサーの夢を絶たれてしまう。そっとして欲しいというデイジーの気持ちを尊重し、距離を置いて見守ることしかできないベンジャミンであった。しばらくして、ある日ひょっこりデイジーがニューオーリンズに帰ってきた。ベンジャミンとデイジーの気持ちが初めて重なり、その夜二人は結ばれる。 構えいた新居で二人だけの甘い生活が始まった。やがてデイジーは妊娠し女の子を産む。それがキャロラインであった。幸せな家庭生活の始まりのはずであったが、ベンジャミンには大きな悩みがあった。若返り続ける自分には、一家の父親はとても務まらないというものだ。やがてベンジャミンは二人の前から姿を消す。やがて、ベンジャミンは十代の少年の姿となると同時に、 記憶の大半を失って、自分のことさえわからない認知症となり、所持品からデイジーの元に連絡が来る。ホームに入居した二人だったが、次第に幼児の姿となり、赤ん坊となったベンジャミンは、老婆となったデイジーに抱かれながら、永遠の眠りにつく。キャロラインがその日記を読み終えた時にはすでにデイジーの意識はなかった。 カッコ内は日本語吹き替えプロデューサーのレイ・スタークは1980年代に原作の映画化券を購入し、ユニバーサル・ピクチャーズで企画を進めた。最初はフランク・オズが監督に選ばれ、ベンジャミン・バトン役にはマーティン・ショートへ声がかけられていたが、オズはこの物語の映画化方法を思いつかず、降板した。1991年にはスティーブン・スピルバーグ監督で、 トム・クルーズ主演の話が出てきたが、スピルバーグは、ジュラシック・パークとシンドラーのリストを監督するためにプロジェクトを離れた。他に、パトリック・リード・ジョンソンとアニエスカ・ホランドに、監督の話が持ちかけられた。スタークは、キャスリーン・ケネディとフランク・マーシャルに売却し、両者は、パラマウント映画の下で企画を進め、またユニバーサル・ピクチャーズは制作パートナーとして、残留した。 1994年夏までにメリーランドフィルムオフィスのジャック・ガーブスはボルチモアで制作する話を持ちかけられた。1998年10月、脚本家のロビン・スイコードはロン・ハワードのために脚本を執筆し、主演はジョン・トラボルタとするプロジェクトにされた。2000年5月、パラマウント映画は脚本家のジム・テイラーを雇った。またスタジオはスパイク・ジョーンズに 監督の話を持ちかけた。さらにチャーリー・カウフマンも脚本の草案を執筆していた。2003年6月、エリック・ロスが新たに執筆した脚本に基づいたプロジェクトでゲイリー・ロスへの監督交渉が行われた。2004年5月、ロスに代わってデビッド・フィンチャーへの交渉が行われた。2005年5月、ブラッド・ピットとケイト・ブランシェットへの出演交渉に入った。 さらに2006年9月、ティルダス・ウィントン、ジェイソン・フレミング、タラジピー・ヘンソンへの交渉が開始された。撮影開始を間近に控えた10月、ジュリア・オーモンドが、デイジーの一部の場面は、ニューオーリンズのガーデン・ディストリクトにある家で撮影された。オールド・モントリオールでのパリの場面の撮影。ベンジャミン・バトンは制作インセンティブを活用するために、 ルイジアナ州ニューオーリンズが舞台とロケ地に選ばれ、撮影開始は2006年10月に予定された。撮影は2006年11月にニューオーリンズで開始された。2007年1月からはブランシェットが撮影に参加した。フィンチャーはニューオーリンズのアクセスの良さや都市のセットを称賛し、ハリケーンカトリーナからの復興は制作の邪魔にならなかったと述べた。 2007年3月、2ヶ月間に及ぶ撮影を行うために制作班はロサンゼルスに移った。合計主要撮影期間は150日間を予定した。延長された期間は、視覚効果会社のデジタルドメインで、ブラッド・ピット演じるキャラクターの変容の効果を作る、ため当てられた。フィンチャーは、実際の演技から顔の変形データをキャプチャーするため、 スティーブ・パールマンが開発したコントゥールというカメラシステムを使った。すべての撮影は2007年9月に完了した。ベンジャミン・バトンの映画音楽はフランスの作曲家のアレクサンドル・デスプラが作曲した。ソニー・スコアリング・ステージのハリウッド・スタジオ・シンフォニーのアンサンブルにより録音された。 劇場公開はもともと2008年5月を予定していたが、同年11月26日に延期された。その後さらに変更され、アメリカ合衆国とカナダで12月25日、メキシコで2009年1月16日、イギリスで2009年2月6日、イタリアで2009年2月13日に公開された。アメリカ合衆国とカナダでは2988、劇場で封切られ、 初日2187万1831ドルを売り上げたが、初日興行収入ランキングでは、マーリー世界一、おバカな犬が教えてくれたことについで2位であった。初週末の興行収入は2685万3816ドルであり、マーリー世界一、おバカな犬が教えてくれたこと、ベッドタイムストーリーについで3位であった。アメリカ合衆国とカナダでは、 累計1億2750万ドル、その他の国々では2億640万ドル、全世界で3億3390万ドルを売り上げた。ロッテンタメイトスでは232件のレビューで、支持率は73%となった。メタクレティックでは37倍体のレビューで、過重平均値は70、100となった。ヤフーミュービーズでは12件のレビューで平均は B となった。 2009年5月9日にパラマウントより DVD、クライテリオンコレクションよりブルーレイと2枚組 DVD が発売された。クライテリオンコレクション版では3時間以上に及ぶ特別映像とメイキングドキュメンタリーが収録された。2009年11月1日時点で2515,722枚の DVD が売れている。ありがとうございます。